新聞記事を読んで気づいたことや感じたことを作文にする静岡新聞感想文コンクールの表彰式が静岡市で開かれました。このコンクールは新聞記事を通して読解力や社会への関心を高めてもらおうと静岡新聞 SBS が毎年実施しています。今年は県内の小中学生と高校生から5038点の応募が寄せられ、17点が入賞しました。環境汚染や人種差別といったさまざまな社会問題を自分ごとと捉え、前向きに行動していこうと決意を綴った作品などが評価されました。主催者側はこれからも継続して新聞を読み、自らの成長につなげてほしいと児童や生徒に声をかけました。